こんにちは、ムです。今回は6月22日新東祭の結納選手まとめを見ていきましょう。この動画では6月22日アップデートで追加された気になる選手8名を見ていきます。また今週もラインアップで好調のおすすめ選手も紹介していきます。それでは見ていきましょう。はい、イアン・ルーカス選手、グランドパス、フライパスがともに86。またドリブル能力も少し高めになっています。スキルはなし、コンディションは普通、ポジションは CMF と DMF。はい、カルロス・アウベルト選手。スピード瞬発力89-87の爆速ウィングストライカーですね。こちらはドリブル能力が高め、そしてダブルタッチを持っており、ドリブルがとても強そうですね。まあ、ただボディコントロールが低く、接触プレイは少し苦手のようですね。はい、次はフェルナンド・ボジーリン選手。ドリブルとパスが高めになっています。スキルはコントロールカーブ、ミドルシュート、ワンタッチパス、スルーパスなどを持ってますね。逆足精度が3ということで、両足で正確なタッチ、ドリブルやパスができそうですね。はい、ベリントン・ネン選手。ボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、ボディコントロールが80、スピード瞬発力も80近くまで上がってますね。この選手のいいところは、ダブルタッチ、らしく足裏、特殊ダブルタッチができるところですね。まあ、能力はなかなかいい感じで、ドリブル使用感はいいと思いますね。はい、ルーカス・サーシャ選手。こちらは守備能力が高めの中盤ですね。スピード瞬発力、スタミナもありますね。フィジカルコンってことは少し低いかなと思いますけども、ボール出し能力はまあとても高いと思いますね。はい、ロドリガ・フェルナンデス選手。こちらも守備能力高めの中盤の選手ですね。こちらは星2選手となっています。スピードからスタミナはすべて70乗っており、身体能力は高めですね。スキルは闘争心、ミドルシュート、低弾道ロブ。守備のスキルを何個か追加したいところですね。はい、ルイス・エンヒキ選手。こちらは爆速のウィングスライカー、星2選手ですね。スピード瞬発力はどちらも90超え。そしてドリブル能力は80前後。スキルはエッジターン、エラシコ、コントロールカーブ、スーパーサブ。スキルはなかなかいい感じ。逆足とコンディションは1。ポジションはセンターフォワードと左ウィングですね。はい、最後はウーグモーラ選手。こちらは守備能力が高い選手ですね。キック力、フィジカル感覚とスタミナも高いですね。スピードもそこそこありますね。また、パス能力があり、スキルには低弾道ロブとバックスピンロブ。守備でボールを奪ってからの次のプレーも丁寧にできそうですね。はい、ここからは今週ラインアップで好調のおすすめ選手を紹介していきます。一人目はボーティング選手。スピード瞬発力90超えの爆速のボックスボックスですね。まあ、ボックスボックスにしては珍しい能力かなと思いますね。スキルはエッジターン、マリーシャ、チェイシング。逆足もそこそこ使えるようですね。はい、もう一人はフェミニアス選手。まあ、こちらはライアップで B なんですけど紹介していきます。こちらは身長187センチと、まあ、なかなか高めで、キーパー能力はほとんど75超えと高く、スキルには低弾道ロブ。まあ、今週はこのキーパーをお勧めしたいですね。はい、今回は6月22日新東祭の結納選手まとめとライアップで好調のおすすめ選手を紹介していきました。ありがとうございます。はい。